どうもおはこんばんちはです、しげちです。では今回のしげちのデスティニー第3回目は、週刊ナイトフォールですね、ソロプレイでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回の週刊ナイトフォールはこちらです。じゃん、メリディアンベイで、バルスダークですね、死闘ナイトフォール、アークバーン、ソーラーバーン、ブローラーですねソーラーバーンかと思ったらブローラーが先でソーラーバーンでしたね。でアクティビティ開始で、今回はですねログイン時にピャコッと選んだ、適当に選んだキャラで来ちゃったんですけど、ウォーロックで行きたいと思います。サンシンガーでパークはソーラーグレー、フォーカスバースト、ラディエンスはファイヤーボール、生き返りますからね。で炎のシールドに、耐久性とスピードを重視のアルケインフォースで、バイキング、フューネル、カオスオーダーで、フレームタッチ、すべてのグレネードが敵を発火させ時間経過ダメージを与えるパークになっています。武器はビジョンオブコンフルエンス、ブラックハンマー、まあ、ここは適当なロケランアドモニッシャー、この人はこの子はギャラルホルン持ってないんで、でインバースシャドウがついてるね、黒曜石の心を使って、スーパーチャージを常にチャージしていくスタイルでいきたいと思います。よし、ここはあの建物の中に入ってゴーストを使って端末を調べましょう。もう誰かが殺してますね、敵を。先客がいたみたいですね、もう倒されちゃった。でここもビーグルでも突っ切っちゃいましょうかね。あの人か、あの人は倒してますね。なんかチューブに引っかかったぞ。よし行こうぜ、途中まで一緒に行こう。まあここからは私一人なんですけど、スパローで行けるかな、行ってみようか。壊されそうですね、すぐ。さあどうするやっぱり一瞬で壊された。ここリスポーンエリアなんですけど、もうソーラーバーンなので相手のダメージがすごいですね。で今回お相手のカバルはですね、すべての属性がソーラーなので、攻撃がソーラーなんで、ね、かなり厄介ですね。ソーラーバーンじゃなければね、ここ通り抜け簡単なんですね。うわいっぱい来た、ちょっと倒しますか、邪魔なやつだけ。うわ近寄ってきた、でこの近くにサイオンがいますね、ちょろちょろしてるから。やっぱ死んだめんどくさいですからね、ソーラー版のここの通り抜けは。敵が多すぎるんだよ。で普段ねメインで使ってるハンターなら簡単なんですけどね、ウォーロックはちょっとジャンプがふわふわしすぎてて撃ち落とされちゃいますね。頑張れ、あともうちょっと、あともうちょっとだ、早く相手。で、ここからは暗黒空間なんで、リスポーン制限空間なので死なないようにいかないといけないですね。まとめて倒せますよ。もうね、今回は全ての弾丸が痛いですからね、ちっちゃい弾もね。ソーラーなんであれは。まあ、相手からすると俺もそうなんですけどね。
でね、結構遠くの敵もね、このビジョンで倒せますからね。ちょっと時間かかるけど。ブラックハンマーはね、精密ダメ3回当てないと弾を消費してしまうので、なるべくこれで倒したい。まあ結構、ね、簡単に死ぬますからね。ソーラーバーの時は。これが貫通してどこまで送るか。あれは避けないとダメ。で、今回はね、アークバーンもついてるので、サイオニックブラストはきっちり避けていきましょう。痛いですから。頭に当たってないね。まあ、いっか。こいつから倒そう。まあ、どこに当てても倒れますけどね。今回は。ソーラー属性なの。羽が見えてるよ。羽を打つ。で、あそこに盾の三兄弟がいるから、もう一匹どっか行きましたね。あ、いたいたいた。あれも倒すと、あとはサイオンがちょろちょろっといて、上にバルス、バルマなんとか、なんだっけ、名前が出てこないね、これ。バルアポーク。で、サイオンはね、撃ちながら走ってきますね。あれが厄介ですね。で、結構足が速いので、ペチペチと削られていっちゃいますね。接近戦をすると。あいつを撃つと、サイオンが撃ってきますね。なんというチームワークなんでしょう。あいつだけ撃とう。変なとこに隠れてる。痛い痛い痛い。来た。そうそう、これここでね、これに殺されるんですよね。ガンシップに。上から撃ってくるんで。今回はクリーンヒットしなかったから大丈夫です、ね、なんとも地味な動画だな。ただビジョンで敵撃ってるだけで、まあしょうがない。ナイトフォールはね、どうしてもこういう戦い方になっちゃいますからね。3人いればね、いろいろできるんですけどね。1人はもうしょうがない。地味にならざるを得ない。そして PVE は普段あんまりやらないんで、そんなに上手くないです。最低限のまあ攻略法しか知らないですからね。バルアマーだ。バルアマーだ。痛い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 。あいつか。ちょろちょろ取っとんのは。よいしょ。
殺される、殺されちゃう。で、結構縦の範囲がね、見た目以上に広いんでね、弾が弾かれちゃうっていうか、ガードされちゃいますね。で、あの中にいる引きこもりくんを倒すと、でっかいゴリアテタンクという戦車が出てきますので、さっさと倒しましょう。結構ね、外側に当ててるんですけどね、ゼロになるんですよね。まあしょうがない。で、この上の方からここ挟まるんだよ挟まって動けなくなるんだよ挟まった、あ、動けた。で、あとあの戦車壊すだけなんで、ここから足を打ちましょう。こういう時にこのブラックハンマーのパークが役に立つんだよね。あ、外したやっぱスナイパーでも苦手ですからね、僕は。確か公式にはここら辺じゃなかったかな、アンチは。公式っていうか、みんなが知ってるやつは。まあ、こんなん適当に言ってりゃ壊れますからね。落ちた。よくウォーロックやってると滑り落ちるんだよね。慣れてないんだ。あ、もう壊れた足かね。あ、いけ。ここか。わかりづらいですね。全部壊れたのかな。壊れてる気がするんです。まあいいか、適当にして倒しましょうかも。よし、タークも捕まえましょう。で、こいつ倒して、さっさと前に進みます。行くぜ、バルスを捕まえに行きましょう。毎回思うんですけど、バルスダーク捕まえに行きましょうって言って最後殺してるよね殺してますよね。捕まえてないじゃんと思うんですけどね、いつも密かに倒しちゃってるじゃん。王の渓谷メリディアンベイ。さあ、敵の本拠地に乗り込みましょう。いやほー、どうしよう、お邪魔します。あー、これがウォーロックが難しい理由は、このちょっとした段差が。うわー、死んだ。やっぱふわふわジャンプだとちょっとした段差が登りづらいですね。ずれちゃうと、敵に撃たれるとずれていくんですよね、スパローが。まあここはリスポーン可能エリアなんでね、まあ気楽な感じで進んでいきましょう。で、ここの敵は一掃しないとバルス部屋に入ってきちゃいますので、ここは全部狩り尽くしますと。結構食らいますね、やっぱ。
で、奥にセンチュリオンが一匹いたはずなんで、倒しましょう。いたいた。うわ、いった。無限に届くからね、あのサイオニックブラストは。どっからともなく飛んでくるんですよね。ほら、来た。悪いのはお前か。避けられたな。まあね、バルス戦ではロケランは事故が怖いんで使わないんで、ここで使っちゃった方がいいんですけど。またなんかいるな。サイオンかな。やっぱそうだ。一撃必殺。サイなら。ヘビーポンゲット。込めます。で、この見張りを二人倒して。まあ、あとは皆さんがご存知の暗示で、バルスさんを撃ってば終了ですね。ここにこもります。まあ3人の時は上で戦って、普通に戦ってももう倒せるんですけど、バルスさんの体力が低くなったので、もう弾通るね。よいしょ。あっ、つけ損ねた。これは精密射撃を狙いたいけど眩しいんだよね。よし、こうなったらすごい減る。あ、逃げてった。逃げてってなかった。あ、逃げてきましたね。逃げるというか移動するんですよね。あそこに。で、ここら辺の敵を倒しとかないとダメです。じゃないとバルスが撃てないからね。うわ、来た。ほんと邪魔ですからね、こいつら近寄ってくるの。めちゃくちゃ撃ってますね。撃ちすぎ。顔出す暇がない。ああ、最後外れちゃいましたね。バルス自身が放つね、ロケラーみたいなやつでね、見えなくなっちゃうね。弾が、サイトが。戻ってきたかな。戻ってきましたね。しまった、また外した。ちょっと怖いけどロケラン打ちますか。すぐ近くに盾持ちがいます。ほんと邪魔だな。こいつら邪魔です。で、どんどん死体がね、ここに積み上がってっちゃって、見づらくなるんですね。なんと。体でかいですからね、体。300キロありますからね、体重が。
カバル族ですからね、あのヤセポチも。突然変異かなんか足かなんか知んないけど、あれもカバルの一族なんで。で、確か知能は高いんじゃなかったかな、普通のこのレブッチョたちより。さあ、どこ行った？上かな？ウォーロックだとこの出入りもね、なかなか難しいですからね。うわ、降りてきた。やばい。降りてきちゃった。結構バルスさんはね、アグレッシブに動きますからね。なかなか大変。特にこの上とかに行きますからね、自分たちも。こんがり焼き、こんがり肉になったのかな。うわ、あんなとこにいた。眩しくて当たんないな。煙たいんですよね、バルスと戦うときは。煙で見えない。おお、近バルスの反応がなくなったぞ。どこ行った、どこ消えた。いたいた。また来ちゃった。うわ、危ねえ。危ないですね。外に出ない方がいいですね。危ない。手持ちの殴りも結構減りますからね。あれで吹っ飛ばされて壁に当たると落下したよっていう判定で死んじゃうんですよ。しかも何発に一発かはこっちに入ってきちゃいますね、ロケランは。呼んでないのが来た。まだ打ち合いできないな、この体力じゃ。さあ、打ち合おうか、バルス。うわぁ、最悪。あ、来た来た。3発当たんないね。ディエンスがないんで、無理はできないですね。体力十分ないと打ち合えない、ね、そういう時は黒曜石の力を借りて雑魚敵を倒す。そうすればたまりやすいですからね。どこ行ったのかな。どこに行ったんだバルス。見に行くと死にそうですよね。もう一回行ってみようか。あ、いた。やっぱ見に行くんじゃなかった。ここに来るかな。また反応が消えたぞ。どこ行った。反応消えるの何なんでしょうかね。なんで反応が消える。あ、いたいたいた。遠すぎるから。よし、おしまい。
なんとも微妙な週刊ストライクでした。出れない。屍の山が仮装しましょう。だが暗黒の力が強まる中、さらなる艦隊と新たなリーダー、まあね、バルスはね、あそこにこもる以外だとちょっと大変なんでね、一人でやるの。まあしょうがない。前はあそこのこの上に登れたんですけどね、今登れなくなっちゃってね。あそこだとすぐ終わりますからね。ずっとバルスダークの頭を撃てますので、もう今はいけないんですけど、まあ、今回のナイトフォールは変なの出た。ラディエントダンスマシンが出ましたね。まあね、バルスさんだったんであんまパッとしなかったんですけど、まあ次回からね、毎週ソロプレイ何かしらのクラスでやっていきたいと思います。今回もご覧くださいましてありがとうございました。それでは次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。